そこだ、またもや。負けると B クラスが確定する4位広島が2回までに5点を先行された。自己最多12勝目を目指した先発、床田博樹投手が2回6安打5失点で KO された。床田は初回に2アウト1、2塁のピンチを背負うと、オスナに左中間を破られる先制タイムリーツーベースを浴びた。さらに2回は2アウトから投手高橋にセンター前ヒットを許すと、引退試合の青木にレフト前ヒット。1、2塁になると、長岡にライトへのタイムリーツーベースを食らった。さらに自打者サンタナに初球のまっすぐを豪快に捉えられ、ライトスタンドへのスリーランを献上した。広島は9月を首位&貯金14で迎えながらも、同月はセリーグワーストタイ記録となる月間20敗を喫した。試合前の時点で借金は3で、3位 DeNA とは3差。この一戦に負ければ、新井政権初の B クラスが確定する。床田には熱い青木愛を感じる。床田何試合連続炎上をもう諦めんさい。来季は青木さんを獲得した方がいいんじゃないか。上司は嫌われてなんぼ、時には非常になってもいい。打線の補強をしなかったフロントが悪い。もう終戦ですね、暗黒時代の予感もします。もうみんなやる気なし、だらしない試合。神宮のカープファンに失礼やな。こや最終戦まで全敗あるで、先発陣が完全崩壊してる。もうこのチームダメだよ。学級崩壊みたいなもんだよ。洗いで立て直しするのは無理だよ。これじゃベイスターズは巨人戦は強制試合で構わないね。このチームは9月からゴム状期間に入っています。阪神は先週このひどい状態の広島に負けたからな。阪神もかなり状態悪いな。さすがにカープファンは辛い。オールスター前後は普通に CS は確定やと思ってた。いつも通り気分悪い。試合ありがとうございました。まさかの乱調というか、床電は大体最近こんなもんだけどね。このシーズンの終わり方は来季以降にも引きずりそう。これが完全崩壊、